蔡いたけしは、中華人民共和国の政治家。中国人民政治協商会議外事委員会、副主任。中国共産党中央対外連絡部研究室、主任。中共中央宣伝部副部長。中華人民共和国文化部部長を歴任した。中国共産党第15回、17回人民代表大会代表。中国共産党第17回中央委員。 第10回政教全国委員会委員。1949年10月に、甘宿省乱州市生まれる。1968年11月から1971年2月までに、甘宿省高田県に加放され労働改造を受ける。1971年2月から1976年10月、甘宿省の三端炭鉱で働いている。1973年1月に、 中国共産党に入党。1976年10月から1978年9月までに、官縮少年科局、ススタン局の政治部幹事に就任。1978年9月に、北京大学国際政治系に入学し、1982年7月に卒業。卒業後は、学校で教師を担任している。 その後、1983年7月から1995年2月まで、中国共産主義青年団中央国際、連絡部部長、団中央委員、団中央上位を歴任した。1995年2月から1995年7月、中共中央対外連絡部研究室主任に就任。1997年に副部長昇進。2005年6月、 中共中央宣伝部副部長に2008年3月、理活協内閣の中華人民共和国文化部部長に任命された。2015年2月、全国政教外事委員会副主任に就任。ありがとうございます。